今回はブレンダーを使って電子楽器のノブをモデリングします。ソフトシンセの GUI として使うことを想定しています。初期画面のキューブは削除します。シリンダーを作って頂点数を14にします。面を交互に選択します。ピボットポイントをインディビジュアルオリジンズにしてスケールダウンします。Shift Z を押して Z 軸方向のスケールダウンを除外します。面を交互に選択します。サブディバイドで面を増やします。下の方はいらないので削除します。ピボットポイントを 3D カーソルにしてスケールダウンすると中央に集まります。ピボットポイントをインディビジュアルオリジンズに戻します。サブディバイドで頂点数を3倍に増やします。メッシュトランスフォームトゥースフェアの後に1を押して頂点を円状に並べます。E を押して面を追加して S でサイズ調整します。下側の辺を選択します。E を押して面を追加して S でサイズ調整します。サブディバイドで頂点数を3倍に増やします。メッシュトランスフォームトゥースフェアの後に1を押して頂点を円状に並べます。E を押して面を追加して S でサイズ調整します。F で面を追加します。シェードスムーズで滑らかにします。角が消えてしまうので、エッジスプリットモディファイアをつけます。次は中央の金属部分です。シリンダーを追加、頂点数は32にします。中央の穴に合わせてサイズを調整します。いい感じです。次はノブの値を示すマーカーです。シリンダーを追加、サイズを調整します。角度を合わせて埋め込めば完成です。
マテリアルを作っていきます。黒いプラスチック。ラフネスを下げて光沢を出します。白いマーカーも手順は同じです。金属部分です。レンダーエンジンをサイクルズに変更します。サイクルズにするとブラシで加工したようなアニソトロピック BSDF が使えるようになります。プリンシプルド BSDF を削除してアニソトロピック BSDF を追加します。一旦レンダリングしてみましょう。いい感じです。画角とアングルを調整してレンダリングします。今回はここまでです。次回はアニメーション用の連続画像を作成します。